はい、いつもありがとうございます。 BGB F の6です。 F の6になります。6回目です。はい、ワンケースの中にボックスは2つ入っております。はい、上と下かという感じですね。なので上がボックス1、下がボックス2、いつも通りです。で、お客様のハンドルネームと出た位置分け分け、出た順分け分けというやり方ですね。なので出た順をまずランダマイザーで3回行って、お客様のハンドルネームを3回、ランダマイザーにかけて紐付けして出現位置を決定します。はい、じゃあ抽選いきます。はい、じゃあまず1の方から3回抽選です。1 2 3 はい、トップがボックス1、ミニボックスの5、ボトムがボックス2のレフト。はい、ボックス1のミニボックスの5が1、トップですね。ボックス2のレフトが一番下です。次、お客様のハンドルネームです。こちらです。3回抽選です。いきます。1 2 3。はい、トップ NM、 ボトム HS。 はい、BGB F の6ですね。読み上げます。ボックス1、ミニボックスの5番目 NM、 ボックス1、ミニボックスの6番目 AR2J、 ボックス2、ミニボックスの5番目 3SUN ですね。ボックス1、ミニボックスの7番目一番下です、YSN、 ボックス1、ミニボックスの3番目 KO1、ボックス1、ミニボックスの4番目 RND、 ボックス1、レフト KZO、 ボックス1、ライト HOSS、 ボックス2、ミニボックスの7番目 GM、 ボックス2、ミニボックスの2番目 SHR、 ボックス1、ミニボックスの一番上 SHO、 ボックス1のセンター YSN、 ボックス2のミニボックス4番目オレオ、ボックス2、ミニボックスの一番上高一、ボックス2、ミニボックスの6番目 AK、 ボックス2、ミニボックスの3番目 S3、 ボックス2のセンター高一、ボックス1、ミニボックスの2番目マーシー、ボックス2、ライトのライトですね、フク、ボックス2、レフトは3となります。はい、じゃあ開けてきます。上に入っている箱が1番、下が2番です。F の6の1と書きました。F の6の2と書きました。はい、こっちが2です。はい、こちらに書きました。 F の6の2、これは1と交換で、はい、ここに置きました。ここにあります、ここにあります、ここに。じゃあこっちが1番ですね。 F の6の1、はい、大丈夫ですね。いきます。まずボックス1のお客様ですね。10スポットのお客様になります。はい、じゃあ、ボックス1、レフト、センター、ライトのお客様です。はい、ずれて
ないですね。大丈夫です。行きまーす。パカ。はい。まず、レフトから。ボックス1のレフト。KZO さん。はい、こちらですね。ベッケンバウアー。15枚限定11番。じゃな？どうですかね。はい。わかんないです、じゃあ。ベッケンバウアーオートです。はい。で、ボックス1、センター。ボックス1のセンターところ。あ、いた。YSN さん。5枚限定のピケルビー、あ、エメラルド。2-5 ですね。ピケエメラルド。5枚限定です。で、ボックス1のライト。HOSS さん。トーレス。トーレスだ。ダイヤだ。はい。いいですね。10-20。これ1000円で。ダイヤウンチャラって書いてます。はい、じゃあミニボックスの1から7のお客さん。まず一番上は見えちゃいます。おー、一番上からいいじゃないですか。もう見えてますね。はい、ジョーハートの靴オートです。15枚限定。はい、じゃあまず一番上。おー、次もいい。はい、まずジョーハート。ミニボックスが当たりかな。どうでしょうか。これが1、ボックス1のミニボックスの1で、2番目次5枚限定です。カソルさん、カルラ、あ、カカソルラ、カソルラ、これどこの部分ですかね。でもジャージですよね、これはね。どこの部分でしょうかね。5枚限定の1番です。うん、ナイスカードです。どこでしょうかね。はい、こんな感じです。あ、ここの部分かな？こっちのワッペンかな？なんかありますね、ここに。青っぽいの。はい。おお、次も、まあ、いいんじゃないですか、選手は。3番目。エジル。6-25。で、4番目。ドルトムントのフンメルス。おー。これ10枚限定の7番。選手いいですね、今のところ。で、次が5番目ですね。やや一息。マーセロ。おー。場所がすごい。これは8-25。これが5番目。で、6番目、パッチがすごい。アーセナルとどこだ、これ。すごいな。10枚限定のポドルスキー。こっちはアーセナルのあれで。これどこだ？肩の？肩のパッチ？すごいっすね。はい。で、7番目。これもパッチ。トーマス・バーマーレーン。ベルメーレン。ベルメーレンか。ベルメーレン。はい。10-1。おー。まあ、こっちは靴ですけどね。こっちはパッチ。文字にとっかなと思います。パッチがいいですね、今回。まあ、サインのメンツも、小箱からもそんなに悪くはない、思いますね。よいしょ。はい。はい、で、2箱目。BGBF の6。2箱目です。これね。で、BGBF の7を募集開始しました。F の7。YouTube の方、チャットのところに URL を載っけてあります。
もうすでに6スポットぐらい確か入ってました。今回も早めによろしくお願いします。 F の6も、5名ぐらいちょっと、ご注文お受けできなかったんでお早めにお願いします。はい、じゃあ、ボックス2のレフト、センター、ライトですね。いきます。ちゃんと入ってます。いきます。おお、また。はい、ボックス2のレフトは HS さん。はい、先ほど。ネットで見たいということでお帰りになりました。はい、おめでとうございます。メッシ来ました。4-5グリーンですね。5枚限定です。2ケース連続メッシ、すごいですね。しかも5枚限定。次2のセンター、2のセンターは、はい、小一様、バレッティですか、パリ・サンジェルマンの若手、ベラッティ、13-15ですね。ルビーですね。で、2のライト、福さん、ダイヤです。マーシチェラーノです。8-20。はい、ご支援です。で、ミニボックスいきます。ミニボックス、ボックス2の1から7のお客さん。はい、おお。はい、じゃあまず1番目。はい、ダブルパッチですね。8-20。デュアルダイヤモンドメモラビリアですね。ドイツの2人、シュワインシュタイガーとハウです。ハウですかベネディクト、はい、かっこいい名前です。店長もドイツファンです、子供の頃、ね、はい、はい、2番目、ピルロ、5-15。あー、これもいいね。ショープリでしょう。はい、2番目ピルロで、3番目、あ、フリットっすよ、フリット、うん、8-25。はい、フリットいいっすね。ねえ、だいたい何でもショープリっぽいようなイメージ。4番目、マイケル・オーウェンだ。1-10。しかもこれ全盛期の時のですかね、写真がね、うん、はい、1-10。はい、5番目、ウィリアム、靴オートですね。2-25。で、6番目、あー、今日も来ちゃった、ヤヤトゥーレ。1日1トゥーレ。15-25です。はい、よく見ますね。で、7番目。はい、これは、ペジャニック？ペは読まないのかな？はい、ミラネム。どこ？ボスニアの方ですね。あ、日本来てたじゃん。はい、4-20、ダブルパッチという感じでした。2ケース連続メッシでしたね。15枚と5枚かな。はい、まあ、メッシ、クリノナ出ると、でもそうでもなかったかな。フリットオート来てるしね、ピルロも来てるしね。はい、という感じですね。
はい、じゃあ、次は、F の7ですね。フローレス。ぜひお早めにご注文ください。さっき6ぐらいありましたんでね。とりあえず6が切りますんでありがとうございます。